この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。はっ。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
これは。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。
忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ、ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ、この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。まことに息を吹き返したのですね、竜韻の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。猿お方に仕えるクス氏です。猿お方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。
ではまた。覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、
覚えてねえんですか。へえ、なるほど、覚えてねえと、なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちいとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には。もうほとんど残っておりません。そうですか、すまぬ。流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。はい。お主と九郎様の幻を見た。幻？ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。変わったことがあったのですか？ああ。どのような？俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改姓でしょう。改姓？九郎様の竜院の巫女の力と言われています。改姓の力を与えられた者は死してなお蘇る、幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改姓の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。白いあざは生まれつきではない。ならば竜印を受けた者に現れるということか、あるいは兆しか。ではまた。手に入れた。任務か。ああ。忍び騎士は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。仇立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが彫る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か？
そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。その優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ、まことの武士が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。狼殿、よく参られました。死体はまだ分かりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。分かった。改正の力は九郎様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でもまた変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。ではまた。そこもとか、それがしを使い刀の修練を積むがいい。しからば参る。まだまだ。まだまだ。ならば参る。そこもととの修練だが、そろそろよりまことの戦いに即したものも試してはどうか。
それがしも殺す気でかかろう。そこもとの修練としてもその方が好ましかろう。どうした？なぜそこまで？半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃなあ、そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、よいからやるぞ。では、行くぞ。承知。社には行き場を失った者が集うようだ。現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。狼殿、よく参られました。改正の力は九郎様の改正、また改正の、ではまた。お前さん、何か言おうか。わしが掘る仏はごう、お前それで。お前さんを拾ってから主アシナが、お前そいつは関は妊娠そうす留意そういう主のゆえ、お前さん牙の形を増やしときゃせいぜい任務を探すこったな。乗りかかった船じゃ仕込むことだけはしてやろう。
の世とは何だ。え、旦那覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。銭だ。へへ、旦那ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家、陳家な野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に。覚えておこう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。いただいた銭を元手、旦那。狼殿、改正の留院改正、いくまた改正では、またお前さん、何か言う。わしがここをお前それで。ではな、また。そこもとか、それがしを使い刀の修練を積むがいい。この社には現にそれだからか、そこの賽銭箱。